やつだけど、メロン、メロンの味、メロン、広報メロン、やばい、こういう色なんだって最初から。最初からめっちゃメロン、メロン書いてないよ。本当に最初からこれ、これのさ、なんだっけ、オレンジジュース、オレンジジュースが、好きなんだけど、これはミックスジュース、最初の透明じゃないって、こんな色だったって。じゃあ冷蔵庫入れてたから、周りが白くなってるけど、なんだっけ、温度のあれで。オレンジ入ってないよこれ、多分。ちょっとあのパッケージのやつ捨てちゃったからさっき忘れたけど、でもなんかメロンと何かが入ってるけど、めっちゃメロンの味、メロンの味しかしない。メロンの味しかしない。さっきまで冷蔵庫入れててさ、この辺あったかいからちょっと白くなっちゃう、温度差で。メロンジュース違うけど、ミックス、ミックスジュースって書いてあったけど、メロン、メロン好きだよ。もうあとちょっとしかない、飲んでしまおう、行く前に、お話が行く前に。で昨日さ、昨日終わった後さ、ショールーム終わった後エペしててさ、全然プラスになんなくて諦めた。プラスになったかな。なんかブロンズ帯なんだけど、今強い周りが全然漏れなかった。ちょっとしかしない。でもすぐ諦めちゃった、もういいやと思って。シルバーになるまでやろうかと思ったけど、もうなんかやる気が起きなくてやめちゃった。最近あんまりね、夜中までやってない、深夜めっちゃやってるけど、配信終わった後も。でもね、前よりやってない、夜遅くまで、割と早くやめてみたいな。ぐらい持ったっけな、多分プラスちょいぐらいちょっとプラスぐらい、ほんのちょっと最後マッチリザルト見たらさ、今日やってそのプラス1、こんなんプラスじゃないよ2760、あと238、
微妙なこっちゃんのやろ。リセットだからフロンズでまあえどういうことリセットだからあブロンズで終わってもブロンズでまた次のシーズン始まるってことえどういうこと違う違ったのシルバータいいな私もあとちょっとなんだよあと238なんですよあとちょっとはなかなかななんかゴールド行きたいよまたプラチナは一番すごいなプレデタープラチナはまだ全然真ん中ぐらい真ん中だえこの全部でさルーキー入れなかったら1234577段階やってプラチナは真ん中まあでもプラチナでも十分強いうんそう一番上はプレートルーキーは初めてランクやる人が行くところだから私はブロンズスタブロンルーキーブロンズシルバーゴールドプラチナダイヤモンドマスタープレデタープレデターは一番上だけどプレデターはこのマスターに行った人の中で上位750人しかなれないのなの無理無理マスターもいけない無理無理無理です帰ってきたらやろじゃあ帰ってきたらあれを見るんだシアルカップをそう帰ってきたらシアルカップあと231あとちょっとだからなんか行かなきゃするけどなんか意外と行かないんだよなえチャンピオン取れればいけるけどチャンピオンが取れないんだよ今回チャンピオン取った回数めっちゃ少ないあこれじゃないわランクで8回ですか合計勝率 2.37% 低っ帰ってきたらやろう今日夜やります、うん、視野のキル数だんだん増えてる嬉しい76だ視野キル数嬉しいねでもちょっとずつ良くなってる前回のさランクのシーズン14平均ダメが138なのね今回のランクだけで見てねシーズン15 160上がってるよいいじゃんキルデス比もう上がってるしちょっと良くなってるんじゃないそうですね低いけど160ってめちゃくちゃ低いけど最高ダメ709だからね低いけどあでもちょっとずつね上がってるから前回のシーズン最高ダメ603でしょ今回が700ちょっと上がってるよいしょ
帰ってきたらまたやろう。もう今日はやんない。あ、確認だけ。あと238、これを増やすのにね、シルバーに早く上がって買って、シルバー行って、次はゴールド目指す。頑張ろう。少ないからな、期間が。あと24日しかない。今からやったらね、ちょっともうあとで行かないと。だからあと30分後とかに。エペある程度さ、ランク上げたら他のゲームもしたいんだけど、自分が一旦エペいいなってもうランクまでいけないっていう。うん、ゴールド目指す。うん、もうちょい上がりたいけど、帰ってきてシャローカップを見て、エペシャローカップでエペのモチベ上げてやる。エペやる、シャローカップ見る。帰ってってやってるかな。どんシャローカップでいつも同じぐらいやってんのあれで。終わった後にさ、なんかそのシャローカップ出てた人がなんか他のゲームやったりとかしてるのを見てる、見たりするから。何時間くらいあるんだ。6時から。でも3時間あれば9時だから終わった後も見れるか。まあまあ見れないことはないか。外でエペやりたくて帰りたくなること、あ、ゲームしたいと思ったりするけど、そうだ、ああゲームしたいから早く帰ろう。あるっちゃあるかも。でももう本当にしたいからもう早く、絶対早く帰ってやるみたいなそういう感じではないけどできないしね、外だと。 PC だから、 PC 持ち運んでとか無理だし、これゲーム PC デスクトップ持ち運べないからこれスイッチライトだったら持ち運べって、あの Wi-Fi があればできるけど、でもスイッチライトじゃちょっともうできないエペもう無理。一回 PC でしちゃうともうなんかね、カクカク、 PC に比べて画面がすごくカクカクで見づらいし無理。一回 PC で慣れたら無理だね、戻れないスイッチライトには。私キーマンじゃないですよ、パッドやってますって。パッドパッドです。いやね、画面が全然違う、その FPS のスイッチも全然違うし、滑らかだしね、それはもちろん PC の方が。あと画面の大きさもあるし、敵が見やすいエペキーマンでやってないんですよね。ちょっとキーマン慣れてなくて難しい、わかんない。移動とジャンプぐらいかな、できるのあ、でもまあわかるけどさ、そのウルトとかのさ、アビリティとか、ウルト、アビリティは9か、こう
なんかウルトどこ分かんないんだよなあんま慣れてなくって。練習しないといけないと思ってるけど、キマもちょっと PC でゲームするんだったらキマのゲームいっぱいあるから、バロラントとか練習しようと思ってるけど、え、思ってるんだよ、思ってるんだけどさ、ずっとエペやっちゃってるな。だからずっとパートなんだよな。ダメだ。練習したいんだけど、キマできないわまだ。なんか他のゲームできないんだよな。あんま一個のゲームにハマってるとき、他のゲームできない。エペしかやってないや。フォローもしたいと思う。バロまずそのキャラクターとかのさ、ウルトとかそういうのやつを覚えないと分かんない。バロンと多いしな、キャラクター。このゲームってこのゲームしたいゲームはバロラントとかオーバーウッチとかですかね。うん、そこら辺かな。そこら辺はあのパッドの方がさ、こうエムアシストがあるとかないから、あのオーバーウッチパッドでもできるけど変わんないから、それならキーマーの方がエイムがやりやすいから。エイムリコイルがさ、パッドじゃないわ、キーマーの方がやりやすいよね。調節するのがすごい、パッと難しいんだよね、パッドの方が比べると。うん、エムアシストあるけど、エペはふだんキーボード触んないからさ、ほんと学校の授業とかでしか触ったことないから、ほとんど。ちょっとだからはなんか配置とかわかんないし、このだから覚えないといけない。クリスさん基本キーマーのイメージエペ、え、結構パッといるよエペはパッドは結構強いからな、エイムアシストがあるから。他のゲームはそういうことがないからキーマーが多いけど、エペは結構パッド多いか。プロの方でもパッド多いしね、最近パッド移行してるプロの方とかもいるし、そのぐらいエムアシストが強いパッドの方が。うん、キーマーはキーマーでキャラコンだったりとかタップストリフなんかいろいろある。私はちょっとこっちの方が慣れてるから、パッドの方がパッドでずっとスイッチでやってて基本難しい難しい。こっちのキャラコンしなければ簡単、基本簡単。でもあの覚えようと思ってるから今度練習する。今日クマまだここにいるよ。
このさ、ここの飾りの部分なんていうの取れちゃうから、ちょっと今度縫い付けるちょっとすぐ取れそうだから縫う。可愛いよね、ケーキのってケーキ登れたのか。どこに置こうかな、とりあえず今ここに置いてるんだけどさネッシーたちの前に置いてる寄りかからせてるネッシーにどこ置こう。ベッド置けないからな、もうちょっとこのクマでかいからさ、もうちょっとベッドには置くスペースがないんだよな。落ちそうなのここさ、隙間があるからさ、ここ落ちそう。え、邪魔かな。でいつかこう倒しそう、こうやってこんなとこ行ってたら。奥の方に置かないと置きそうだしな。ここがさ扉だからさ、取るときに当たって倒れそう。中国に置きたいけど、ここギリギリなんだよな、使えない。ここに置くと見えないでしょ。まあいいや焼肉の件はあのお料理選抜の方もらいました。でもあれだよ、お店で使うやつだから。もらうカタログみたいな、ああいう件じゃない。見切れ。だってちょっとここは端っこに置く、ここは机の角でさ、ここに置いたら倒しそうだから、見切れで。そうだ、バックアップ取ったけどまたバックアップ取らないといけないな。スマホのバックアップ。なんだろう。強化した。携帯ショップ行かないといけないんだよね。携帯自体がおかしいからパニックってやつになってる。パニックフルみたいな。携帯自体の内部が不具合を起こしてるみたいな状態になってるから直さないといけなくて。携帯が時々画面が止まっちゃうの、それが原因なんだよねパニックっていうのを起きた時に携帯が止まるの。でそれが繰り返し起きてると、この間みたいにリカバリーモードって言ってパソコンにつないでアップデートしてくださいって、でそのアップデートができない場合は初期化してくださいっていう状態になっちゃうね。尿処理に出すしかないんですよね。パニックが何パーなの、マジなの。パニックは1回起きたらダメだよ、もう
携帯パニックフルっていうのが1回でも出てたらもうよくない。何回も出てるからな。処理しないといけないんだよね。葬式交わしたくないからアップデート取って処理出さないといけない。でも処理出すとき初期化しなきゃじゃん。だからアップデート取っとかないと消えちゃう。それ治るか。修理に出すと治るって。修理に出してなんかその画面のさ、このなんていうかディスプレイの部分、前の部分とカメラ以外を全部取り替えるのね。 それで直す。いや買い替えない、修理出す。なんかアップルケアだっけ、なんか保証入ってるからそっちでやった方がいい。バックアップこの間一回取ったけど、もう一回修理出す前にバックアップ取る。ハンちゃんポケットの中で勝手にパスコード？めっちゃ間違えて初期化されちゃってた。悲しすぎるそれ。相当やばいね、悲しいね。やば。そう、ほぼ変える。カメラの部分とこの前の画面の部分以外全部変える。iTunes のがちゃんとバックアップされてる。iTunes じゃないのするのって。 Windows だから、これ Windows だからじゃない、間違えた。 iTunes でするんじゃないの。お前 iTunes でバックアップ取った。写真とか全部消えちゃうのショックすぎるから、だからバックアップ、全部できたと思うけど。でもあれか、見てみようかと思ったけど、わ、このスマホを繋がないと見れないんだわ、忘れてた。ちゃんがおすすめしてくれて YouTube 見ようと思った。テレビ壊れた？え？どういうこと？どういうこと？何したの？定期的に PC で iTunes バックアップ、いやこの間初めてしたバックアップ。お前初めてしました。でもさ、ちゃんと写真がバックアップ取れてるか不安だから、もうちょっと確認してやんないとかな。とりあえずやったけど、この前
の方も両方の HDD に保存がする、ん、両方の HDD なのです。どういうこと、わかんない。死ねたら VC につないでそのままコピーできる、え、できる、あ、できるの、そういう方わかんない。バックアップ時間どのぐらいかかったかな、3時間ぐらい、どのぐらいかな、どのぐらいかかったかな、多分まず調べてやっとこう。今日か明日までにちゃんとやろう、バックアップ早くしないと忘れちゃうからね、私忘れちゃうから、忘れないうちに早くやるとこう、バックアップ。また携帯がリカバリーモードになっても困るし、え、本当にそう、あの修理に出さない限りずっと起きちゃうから、機種変しないと。でも何が原因かも、なんか原因あんまないみたいだな、なんかその容量があんまないからそれが原因なのかなと思って聞いたら、それじゃなくって、あの iPhone 内、携帯内で何らかのトラブルが起きて、なんか故障が起きててパニックが起きてるみたいな。容量関係ないらしい、あれ。あ、時間ありがとう。ね、3時になったら聞こえます、あと5分、ありがとう。そうだからね、修理な出さないといけないんだよ。エラー、携帯内部がエラー起きてるんだよね。今まで見たことないようなところをなんか見るようになっちゃったわ、設定のさあの解析のところ、解析データ今まで、こんなん見たことない、見ても分かんない、パニック。こっちの携帯はないわ、携帯が止まるときは、画面が止まって操作ができなくなるときは大体パニックを起こしてる。水入って充電途中で終わるようになったこと、やばいね、携帯の中に水入って充電途中で終わる、やばい、水没したってことか、それやばいね、それはないわ、今まで携帯水没させたことはないかも。何かイベントさん、今はイベント参加してないですよ。多分上に表示されてるのはあのキャンペーンのやつ、定期的になんかあるやつ、何ポイント達成でみたいなやつですね。
これはね、なんか立候補制じゃなくてみんな自動的に参加のやつだから、ショールームイベントとはちょっと違う。そう、推し活なんつ、推し活、推し始めキャンペーン1月だからどこに商品、どこに商品ちゃんと見てないよ、ページ見てみよう。推し始めキャンペーン、これさ、パンダさん、ん、あ、びっくりした、20日と26日限定か、びっくりした、20日から26日かと思った、めっちゃするじゃんって思ったらびっくりした、この2日間ね20日、私昨日はできなかったね、うん、びっくりしためっちゃそんなに1週間もいるのと違った、2日間だった。メンバー向け特典、推し活しちゃおう、人気配信サブスクリプションサービスのチケット3ヶ月分、あれだね、サブスク、なんかあのアニメとかさ、映画とかさ、いろいろ見れるやつ、3ヶ月いいね。次 26? できそうだったらやろうかな。20時半から22時半ね。26。26はできるんじゃない？公園でも。なさそうだし。3時だ、ロッキングモノ今日、13位からランキング見ます。13位、アイさんありがとうございます。12位、おまめさんありがとうございます。11位、ムムさんありがとうございます。10位、ラクラクさんありがとうございます。9位、まさむねさんありがとうございます。8位、ひのにゃんまるさんありがとうございます。7位、バトニーさんありがとうございます。6位、ハッピーサッピーさんありがとうございます。5位、香港のはるまさんありがとうございます。4位、ずーしみけんすうけさんありがとうございます。3位、まぼろしさんありがとうございます。2位、まるさんありがとうございます。そして1位が中主さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。いいよ、ありがとうございました。1位の人をサブマスにしといて。え、何の1位の人、え、今のショールームの1の人、え、どういうこと、どういうことそうそうそう、誰にすればいいのか分かってなかったんだよね、それ。あ、うん、あ、あ、この1の方、了解です、わかりました。じゃあやっといきますね、わかんないですね、 OK です、サブマスに、わかりました、ありがとうございます。あとでやっとく。じゃあそろそろお話し会に行かないといけないので、じゃあまた夜の配信で、夜は帰ってき次第しますじゃあまた夜、またね、ありがとうございました、バイバイ。